こんにちは、島直香です。今日はこの変形書きに生けていきます。なんかね、作った投稿さんがね、生けてに対してすごく挑戦しているような書きだと思いませんか？はい、受けて立ちます。はい、じゃあね、今日はね、よいしょ、これにだ、ほら、スルメもどきなんかいっちゃおうかな。ね、こっちかな。よし。キュー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 と。もう一本なんかこう、支え合うもないと困らないね。はい、これいこうか。と入らないね。でこうお互いをこうして支え合ってね、だったね。さあ、そしてこれにどういう風にするか。よいしょ、ね、できたでしょ。キューンってしたの。ちょっとこのなんかちょっとごめんごめん、ちょっとやり直し、もうちょっとこう下にしてこういう感じにして、ね、さっきのね、なんかこう形がうまいち好きじゃなかったから、なんかね、さっきのバランス取りすぎっていうか、普通っぽいっていうか、こうドーンっていう感じになってからね、これだとほらこう来てこうね、形が変形してるの分かりますよね。さて、こういこうか。よっ。して、この辺でこうピッて引っ掛けるとうまく立つはず。ね。バランス考えながらやっていきます。どうだろう。この牡蠣ね、口も狭いからたくさんこうわーっとできる生け方は無理ね。最低限度のラインで最大限の表現をしていきたいと思います。さて、何合わせようか。それは自分の好きなものにするわよね。風船タワーと合わせちゃう。キューって感じ。どうしよう。キューンって感じ。
感じでどうかな。もうあと一つ、うん、なんか足したいな。どうぞ。このぐらいでいこうか。ちょっと前に回ってこのライン取り見さして。ここね、ここに入れる。さあ、そしてここ、ここなんかぎゅーっと締めたいじゃない。でね、バンダラン用意しといたの。ね、入れしよう、この紫ぎゅーっと。ギュッギュッ、どうだろう。でね、もう一色バンダナあるの。ちょっと色が薄いのね。ここからチラッとギュッ。見えないだろうけど、ここしっかり入れとく。あとね、前に回ってちょっとラインパチンパチンパチンって切りたいの。まあ一応この段階ではこれで、はい、いっぱいいっぱいハサミ入れました。いっぱいいっぱい切ったり曲げたりしました。さあどうでしょう。細かいとこまで見ていってください。左側には線によって作った大きな空間、右側は細かく細かく線によってこうね、区切られた空間、そして風船とあとはパーンと大きく右に揺らしましたね。でね、最初はバンダラン濃いのをね手前に入れてたんだけど、重いなって思って、はい、この濃い色ね、これ後ろ行ってもらったので、薄い方のバンダランに前に来てもらいましたね。色も不思議よね。良かれと思って前に濃い色持ってきたら重いなーって思ったんでチェンジです。はい、どうです。うん、つるによって大きな空間ができてるでしょね。でもその空間も広い空間、狭い空間ね、ねじれた空間、いろいろありです。で、前の膨らみも足した、後ろの膨らみも足してますね、いろんなこと考えて作り上げた作品です。お気に入りの風船とわたに、お気に入りのつる梅もどき、そしてバンダラン、好きなものばっかりで構成した作品です。はい、どうぞ。はい、いろんな角度から撮ってます。どうぞゆっくり見ていってください。今日はありがとうございました。